両側ができるじゃないか、片側だけ一緒だね、ウロ誰かね、ウロお金で売ってます。Thank you.
でもあとは歩き上げるか、はい、あれはどうですか？でもずっとなんていうか大きいな。でも電気屋さんに能力があると思うよ。容量を上げると上げるの絶対無理やろ。この買う時2台って言ったら今俺が7人って言ったら10ぐらいって言ったら、うん、いや大きく欲しいですよね。ボートで行きます。ドローンの実演を行っておりますので、ぜひお近くでご覧ください。ドローンの運転方法は3つでございます。手動と半自動と、そして完全な手動のこの3つ、完全な自動ですね。この3つのパターンがあるんですけれども、では手動のコンピューターからドローンを動かしてみます。ドローンには三脚を入れているカメラがついておりまして、上半身を操作すると自動でなくなっているという便利な機能もついていますので、物が運ぶという時でも安心して使っていただけます。ただ下にはですね、カメラがついていないので、低いものは皆様の目で見て動かせるものをよく使わせる必要がありますが、そのままで使わせるか、でもドローンに慣れてないのか、Thank you.